トベの新番組、ドゥービーン、ハワイロケの裏に潜む戦略とはファンの期待が高まる大型発表に迫る。トベ、滝沢秀明氏のエンターテインメント会社の公式 YouTube チ, you チャンネルが新たな生配信番組、ドゥービーンをスタートさせるとの発表がありました。 11月25日午後7時からの紹介配信では、所属アーティストたちが集結し、ハワイでの撮影情報もファンの興奮を誘っています。この新番組の舞台裏には一体どんな戦略が隠れているのでしょうか。ハワイロケの舞台裏。 トベ所属のアーティストたちが11月中旬にハワイで目撃されたことから、10ビーンの初回配信がハワイロケである可能性が浮上しています。ワイドショー関係者によれば、これは単なる初回のインパクトを追求するだけでなく、トベが YouTube で本格的な番組を展開し、地上並テレビに対抗する力をつける狙いがあるとされています。 ルービー、んのハワイロケは単なる予告、や告知だけでなく超本気の構成である可能性が高いとの見方があります。これまでの YouTube 番組と同様に、とべは高い制作クオリティでファンを引き込み、YouTube を通じて地上波番組に匹敵するコンテンツを提供することが期待されています。番組内容への期待。 ハワイロケだけでなく、番組内容に対するファンの期待も高まっています。特に、戸部所属のアーティストであるナンバー・ I 平野紫耀、神宮寺勇太グージ・岸ーには、デビュー曲の披露や MV の解禁などのサプライズが期待されています。 彼らの楽曲やパフォーマンスは今回の配信を通じて初めて披露される可能性があり、それがファンにとっては大きな驚きとなるでしょう。また、10便ーーは従来の地上波テレビとは異なる形態であり、ユーザー参加型の企画やトーク、歌やダンスのパフォーマンスがあるかもしれません。 これにより、ファンは従来の枠にとらわれない新しいエンターテインメントを期待しています。ルービーンの戦略とはトベが新たな YouTube 番組、ルービーンでハワイロケを観光する戦略には何が潜んでいるのでしょうかワイドショー関係者によれば、 戸部は既存の地上波テレビに対抗するために YouTube を本格的なメディアと位置づけ、視聴者を引き込むために予算をかけた本気の構成を採用しているとされています。特に No.I. のデビュー曲発表や来年3月の東京ドームでの大お披露目ライブの発表など大型イベントの予告が期待されて、また、 トベハナンバーアイ以外の所属アーティストたちにも注目が集まっており、彼らの個性や活躍が新番組を盛り上げる要因となるでしょう。これにより、ルゥービーンは地上並テレビと同等の存在となり、一定数の視聴者を奪う可能性があるとの見方もあります。ナンバーアイの人気の高さ、特にナンバーアイの人気が注目されています。 彼らのライブ配信は同節1 0万2人を突破し、その人気は圧倒的です。最近では、イブ・サンローランの香水とのタイアップが話題となり、プロモーションビデオの上映が安全性への懸念から中止になるほどの盛り上がりを見せました。このような人気を背景に、トゥービーンの初回配信が同節100万声を記録する可能性は高まっています。 トベはこれまでの成功を背景に、YouTube 新番組、ル u b e e を通じて新たな展開を果たすことが期待されています。ハワイロケの舞台裏には大きな戦略が潜んでおり、ファンの期待が高まる中、11月25日の初回配信がますます注目されています。ル u b e e n が地上波を超える可能性。 トベの YouTube 新番組、d o b i n は、地上波テレビを超える可能性があります。ワイドショー関係者によれば、地上波テレビが持つ視聴率1%相当に相当する同節118.5万人のファンがリアルタイムで視聴すれば、それは地上波テレビの視聴率1%を奪うことに等しいとされています。 特にナンバーアイの人気が牽引役となり、視聴者数を大きく伸ばすことが期待されています。11月25日の午後7時は、地上波テレビでも嵐相葉正紀がマックを務める、あーみんなの動物園、日本テレビ系、や、セクシーゾーン菊池風魔、スノーマン向井安二が出演する、芸能人が本気で考えた、ドッキリ GP、富士テレビ系、など、 競合する番組が放送されています。しかし、トべのナンバーアイが持つ強烈な反創が、YouTube 番組、Dubin に一定数の視聴者を引き込むことは十分に考えられます。トべの強力なコンテンツ戦略。トべはこれまでの成功に裏打ちされ、ナンバーアイをはじめとする所属アーティストたちの個性を最大限に活かしたコンテンツ戦略を展開しています。 ナンバーアイのデビュー曲や来年3月の東京ドームでの大お披露目ライブの予告が番組における重要なポイントとなるでしょう。これにより、トベはファンを飽きさせず継続的な注目を集める戦略を取っているとみられます。また、トベ派ナンバーアイ以外の所属アーティストたちにもスポットを当て、彼らの活躍を通じて番組をバラエティ豊かに構築しています。 これにより、地上波テレビと同様の幅広い層にアピールできる番組となる可能性があります。飛べの今後の展望。飛べは今回の新番組、ドゥービーンを通じて、YouTube を本格的なメディアと位置づけ、地上波テレビに対抗する力をつける可能性があります。ハワイロケを観光したことは、番組に対する飛べの本気度を象徴しています。 ナンバー I の圧倒的な人気を背景に、トベハ YouTube 番組が地上波テレビを圧倒する存在になることを目指していると言えるでしょう。今後は11月25日の初回配信がどのような反響を呼ぶかが注目されます。デビュー曲や東京ドームライブの詳細な情報、新たな才能発掘のためのオーディション結果など、トベは多くの隠し玉を抱えており、 ファンにとっては、ますます楽しみな展開が予想されます。トべの新番組、ドゥービーンは、ハワイロケの裏には YouTube を本格的なメディアとして位置づけ、地上波テレビに対抗する力をつける狙いがあります。ナンバーアイの強烈な人気を生かし、大型発表やサプライズがファンを引き込む要素となるでしょう。 11月25日の初回配信がファンにどのような印象を与えるか、とえの今後の展望がますます注目されます。